今回のテーマは、正解するのが非常に難しい、一手詰めのお話です。恐ろしい一手詰めなんですね。月間宝石2002年10月号、湯川慶子さんの、将棋ワンダーランドより、若島正さんは、いくつ回答があるかわからない、あの、知恵の輪みたいな人だ。将棋のおかげで知り合って、全国赤旗名人や、読売山日本一戦、準優勝が、 私の知る、最初の肩書きだったし、感染記者でもあった。夫が初めて我が家に連れてきたとき、聞いた職業は、夜間高校の数学教師、京都大学で数学を学んだ人が、通文ができない生徒たちとの関わりを、涼しげな目で面白そうに話していた。次に来たときは、分厚い英語の辞書を持っていた。大学院で英米文学をやるという。 答えの出ない世界がありそうだから、と。いつかの置き土産は、パズル雑誌。洋画の題名で解く巨大なスケルトンが、すべて回答済みだった。活字でプリントしたような、貴重面な筆跡は。結婚後、嫁さんが腹見まして、なんてハガキでも、じっとも崩れない。ご当人がお気に入りの肩書きは、爪木作家だった。ある受賞作は、超難解な、中愛作。 空中に角を合ごましたりする。図は一手詰め作品。若島さんの作品集。盤上のファンタジアの第1番。本当に、たった一手詰め。挑戦してみてください。著書、盤上のファンタジアは、詰将棋の世界を語ったものだが、子供の頃に別れたお父さんのことが、定流になっている。ユーモアに隠れて、地味ある文体だ。ちなみに、 演歌を歌ってもとてももといですよ。中略この詰将棋ってそんなに難しいんですか ?3 七強で詰むと思うのですがそれでは正解を見てみましょう湯川恵子さんの「将棋ワンダーランド」より一手詰め解けましたか ?3 七香は不正解えどうしてですかよく見れば図の直前に後手玉が動いたはずがなく 理論的に、これは後手番だから。正解は、28金。ゲゲゲ。問題図が先手番とした場合、一手前。後手玉は、27へ、どこから来たのかということになります。なるほど。この局面の一手前に、後手が何かをやった形跡がないということですか。例えば、38強と打たれたから、27玉としましたと言っても、 3級に今がいるから、それはありえないことなんですね。そういうことになります。だから、この局面は、後手番しかありえないということで、28金、または、28銀が正解となります。発想の転換というか、奥の深い世界ですね。若島さんについての、湯川慶子さんの文章を見ていきましょう。外国のプログレム専門誌の回答王として長載ったのは、 若嶋さんが東洋人で初めてだ。今やマスターの称号を持つ世界的なプログレム作家でもあり日本チェスプロブレム協会創設者今その21合目の機関紙を作っている編集長でもある今回の一手詰めの問題詰めチェスではレトロと呼ばれる逆算ものということですで先日受賞したのはなんと本格ミステリー大賞 数年前に出た、乱子読者の冒険は、海外の小説を紹介した評論集だが、構成におしゃれな仕掛けが潜んでいる一冊だった。その続編、乱子読者の機関が、本格ミステリー作家クラブの、評論・研究部門の大賞を受賞したのだ。ナボコフからクリスティまで400ページを超える大冊。これも、のっけから知的な遊びを楽しませてくれる。 この2年後の2003年、若島さんは、乱子読者の英米短編講義で、第55回読売文学賞を受賞されています。その受賞式に、この乱の編集者、小口氏も列席したそうだ。彼にとって受賞者は、偶然、恩師、本業かどうか。世間的には、若島さんの肩書きは、現在、京大大学院の教授なのです。 本業かどうかという表現に、若島さんは爪木作家が本業であってほしいという、湯川さんの思いが現れていますね。確かに、大学教授が副業というのも、かっこいいですね。若島さんは、爪将棋の二大将である、塚田賞を7回、漢寿賞を9回受賞されています。また、若島さんは、2004年に爪将棋回答選手権を創設して、 10年間、実行委員長を務めておられました。こちらの写真は、2020年の若島さんです。若島さんは、2018年に京都大学を退官され、現在は名誉教授となられています。こちらは、1993年の将棋世界に乗っていた若島さんです。京都大学文学部助教授だった頃と思われます。それにしても、世の中にはすごい方がいるものなんですね。 若島忠史さんは、京都大学理学部数学科を卒業した後、京都大学文学部英文科、および大学院文学研究科修士課程を卒業しています。実は、同じような雰囲気の経歴を持つ方が、もう一人います。俳優の、子、成田幹夫さんです。人になき戦いや、県警対組織暴力など、数多くの作品に出演された成田幹夫さんですね。 私は柳生一族の陰謀の烏丸少将が大好きでした成田幹夫さんは東京大学理科一類を1年で中退し山形大学人文学部英文科に入学3年生の時に中退されています理科系から英文科に入り直したのが共通点ですねそれと成田幹夫さんも将棋が大好きでしたアマ三段の実力があったそうです そうだったんですね。ということは、数学と英語を勉強すれば、将棋も強くなれるのでしょうかそうとは限りません。お二人とも、試験科目の多い国立大学。それも、理系と文系、両方に合格しています。どの科目も得意だった可能性の方が高いでしょうね。そういうことですか。私も全科目、勉強し直してみようかな。そのために、 2週間ほどお休みさせていただきます。2>, 2週間のお休みですか。この動画の脚本家に言わされていますね。それでは、ご視聴ありがとうございました。また、次の動画で、お会いしましょう。よろしければ、チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。